で、次なんだっけ。ああ、ここか。そうね、この先にまた、今いたライフル使った方がいい敵が出てくるんで、そこで使いたいなっていうのは。ただ弾2発しかないからな。ルビー。ルビーか。ルビーより、弾が欲しい、弾が。アサルトライフル。これでしとくか。で、確かもう他に何もなかったんで。Just stay there. ここがですね、ちょっとめんどくさい。あそこにこういるんで。あれ、火炎瓶じゃなかったっけ？間違えた。間違えた。もったいね。爆発にするようにしちゃった。もったいねえな。瓶間違えちゃった。次が何だっけ？ああ、ここか。ここが透明な虫が、こう、3匹いるんだったかな。で、最初は、この今見えてる部屋の奥に、このナタリアじゃないと開けられない箱があるんで、取りに行くんですけど、もう今行っても、多分。よし。なんでもうここは行かないです。確か、ガンのパーツかな。強化パーツがあったと思うんで。で、ここも何にもなかったと思うんで。そっか、よく考えたらゾンビとか出てこないよな、全然。まあ、変な気持ち悪いやつ、ヌルヌルなやつぐらいしかいない。ゾンビは出ないんで、透明な虫と、それぐらいしか出てこないか。ここが、クリアの時はバールでこじ開けたとこなんで、もしかしたらやらなかったらこれは今開けられないのかもしれないですね。このナタリアじゃないと開けられない箱があるんで。あと、クリアたちが、クリア編で開けたから今開けられるっていう、そういうもんなんだ。開けるからここ入れたっていう意味なんかな。おー。マグナムの弾か。いや、なんか、使いたいんだけどもったいないからな。おっと。で、この音が、まあ、透明なやつがいるわけですけど、透明な虫が。ここの、今これ2階になるのかな？ここは多分来なくてもいい部屋なんだけど、
ちょっとアイテム取りたいんで。あの方の施設に行ったきりって、あの方ってやっぱなんか救世主とか言ってたからな。まあここでも言ってる首から下がない。ちょっと今のあれだ、この表現は今はまずいかもしれない。で、ここで。ここはあのモイラじゃないナタリアじゃないと開けられないんで、であのもうこの音がしてるんで見えないやつがいるってことですね。ちょっと見えんな。これモイラでこう石投げてもなんか大して効果があるのかな、ないような気がするんで。お、なんだか。で、ここで、まあ、グリーンじゃねえ、レッドハーブとかあるから。まあ、取らなくてもいいっちゃいいんで。またいっぱいか。けど、いいや。で、この上に行くのが、あ、そうか、この上にいるとまた行く、いるんだよな。この階段を登った先にいるんで。どうしなこいつは。あ、違う、この上にもう一回。掴まれたら即死ってやつなんで。ああ、この声がもう I'm sorry って。 WaitWell, that's one hell of a parking job. はい、はい、で、ここに実はこっから、あ、ハンドガンの弾があったな。確かハンドガンの弾。こっからちょっとボス戦になるんで、ちょっとこいつがここで、あ、そっか、ハーバー持ってるか。でこっからもう出てくるんですけど、ここ行くと出てくるんですけど、ナタリアは弱点が黄色く見えるんで、そこをバリーで撃つみたいな。あ、違う違う違う、で、右なんか後ろかな。ちょっとじゃあ一回、多分ナタリアはあのそこあの攻撃されても死ぬことはないと思うんで、この壁横のこの繰り返しというか、体についてるやつ。ここ今壁壊したりくれたんで。背中なんだよな。あ、今だからチャンスチャンス。え？ないぞ。あれか？
あ、背中だ。あー、こう今の次はどこだ。あ、次は右。次が右腕の方。右腕の方なんだよな。あ、失敗した。今ダッシュするの待ち、俺すごかった。あの、ナタリアを、次はどこだ。次お腹。今ナタリアやられちゃったけどな。あとは右腕か。多分ナタリア死ぬことはないと思うんで、あのままほっとけば。あー、終わったかな。もう一個か。次は左腕。あー、よかったよかった。こういう感じですかね。あー、取れなかった。ナタリアが石投げて意味があるのかな。それはちょっと分かんないんですけど、うん、なんだ今の音。なんか殴ったような音が聞こえたけど、ナタリアを使って倒すことはできんのかな。ちょっとそれはどうもあいつに当てても何にもならないんで、よくわかんないんですよね。ああ、来てるか。一番下だったよな。一番下のこっちか。ここですね。でも確か半年後に今バリー来てるんだから、このドリルの燃料はどうなってんだろうな。ペドロがああなったのは半年前のはずなんで、まあその多分半年ってのにからくりがあるんだろうけど、半年間も燃料を持つと思えないけどあれが。ああ、ここの中だ。なんかこう謎の足跡が。またマグナムの弾か。もうこれで終わったようなもんなんで、あとはゴールに行くだけですね。あれ、なんかこの辺なかったっけ。あ、これか。あそこですね。はい、クリアたちはここから出てきましたけど、バリーたちは今あのっちの方ですね。確かクレア編の最後のエンディングで、エンディングというか最後でモイラがどうか連れてかれるシーンはあったけど、あれおっさんだったんだ。男だったか。This place has changed. Yeah, pretty creepy, huh?
こは確かサファイアかな。ああ、サファイアじゃない、エメラルドか。でも、あ、ここになんかあったっけ。ティー・フォボス。ティー・ウイルスの持つ致死性は抑制され、精神的な強い負荷によって発症する仕組み。精神的な、か。また T ウイルスとか、いつまで残ってんだよって感じだ。これがなんか多分このカフカって作家の多分引用だと思うんですけど、なんかの小説かなんかの。でなんかこの不気味な変なもんがいっぱい、棺桶とか。これな、マネキンなのか、なんかよくわかんない変なのがいっぱいある。That is Wesker. Alex Wesker. Two Weskers? You gotta be shitting me. So you finally came. I knew.はい、というわけで、ちょっと最後の方を録画に失敗したんで、今あのムービーをエピソード2のこのバリー編の最後のムービーを再生したとこですけど、まあまたウェスカーが出てきたってことで、アレックス・ウェスカーって、まあ結構美人でしたけど、娘なのかな、ジェイクみたいな。まあこの調子だと本当ウェスカーのクローンとかいそうな気がしますけど、最後に出てきたなんかあの変なマスクつけたのは、まあアレックスじゃない別の人間だと思いますけど、まあどうだろう。はい、というわけで、これでバリー編のエピソード2は終了します。Next time on Revelations 2. Wait. This is Moira's. No. No sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. She's responsible for the experiment 6 months ago. No. It's got all our names on it. I'll crush you. Where did we go wrong? Where's Moira?